久美市では庁舎の整備をめぐり港の埋め立て地へ新設する案と第二中学校跡地などを活用する文庁案で今月21日に住民投票が行われましたその結果、港埋め立て地に新庁舎を建設する案が賛成多数となり市は今日の臨時市議会で建設に向けた補正予算案を提出しました工事などの費用は去年10月の案から 一億二千五百万円増えた、四十一億五千五百万円で。予算案には費用の一部、十六億六千二百万円が計上され。賛成多数で可決されました。予算案が可決された大きな使命を迎えましたので、あとは速やかに、入札の告示を行い。業者さんを募るという段階に入りたいと思います。可決を受けて、市は一般競争入札を経て。 6月中に工事業者の選定を行い8月までに着工する方針です。